なかなかまたこの季節が来たよ。いやいや。やっぱちょっとね、逆こうなってるね。リッキー、チカのレッツ深呼吸、はい、ということで、本日は6月27日、うん、火曜日の6時を回りました、はい、皆さんね、今日は本当になんか急なねスコールがあったりとかして、ね、最近夕方からよく降って、昨日雷やばかったですよね。いや昨日はね僕福岡にいたんで、あそっかそダメだからダメだからさっき帰ってきて、うん、やっぱり暑いなと思ってね。あ、さっき帰ってきたばっか、うん、そうなんだ。博多はね、23度、朝晩は23度ぐらいで、うん、うん、すごい過ごしやすい。23か、うん、こんなに違うんだ。まあ、沖縄はね、梅雨明けして急に暑くなったりとかしたけど、はいはいはい、ね、博多の方は今梅雨入りしてるんで、うん、あ、そっかそっか、うん、そう。でいいまあ、だからね、沖縄はもう完全にね、梅雨が明けてずっとカンカン照りだったけど、うん、はい、なんか、ね、昨日あたりから崩れたみたいでね。そうですね、夕立がなんか夕方から降り始めたり、昼間はもうカンカンに晴れてるんですけどね、うん、はい、ね、まあ先週の放送からね、はい、やっぱり、今日まででちょっと触れないといけないね、いろんなことがありましたよね、うん、小林真央さんがね、あーそうなんですよね、亡くなった件とかね、本当に、ね、34歳の若さで、はい、非常にね、まあ、この番組でもいろんなね医療関係とか、がんのね早期発見とかいろんな話はねしたんですけど、残念ながらね、亡くなってしまって、その後の反響とか すごいね、すごいですよね。今日の朝とかもずっとこのニュースですからね。ね、まあ真央さんもそうだけど、うん、お姉ちゃんのまやさん、はいはいはい、もね、うん、もうかなり落ち込んでて、そうですね、もうブログも更新してないんだけど、うんうん、もうね7000、8000件ぐらいね、うん、コメントが入ったりとかして、うーんで真央さんの、ブログにもね、はい、もちろんもう2万件以上、うんうんうん、もうあまりにもこう件数が多いからってちょっとね封鎖したみたいだけどね。あ、22日に亡くなって、すごいな、でも23日の夜11時にはね、うん、もうブログ封鎖したみたいなんだけど、うんうんうん、もうねいろんなね、闘病中のブログ発信もね、うん、10ヶ月で350回以上ということで、うん、まあ、それに励まされたっていう、いろんな、ね、方がいたりとして、うん、まあ、だいぶ反響を呼びましたね。本当に本当にね、ご冥福をお祈りしたいと思います、はい、それと藤井聡太四段、はい、ね、あれもすごい昨日、あれもすごい、昨日なんかね29連勝したってことで、ね、僕一日まあ、福岡のね国際会議場っていうところで朝から晩までもうやってたんで、うんうん、もうそんなこと全然知らなかったんだけど、29連勝、うん、今朝ね、中学生でしょ、そうそうそう、もうだって30年ぶりに記録を破ったっていうことでね、うん、なんか話題になってて、もうこれはなんかねすごいね、将棋業界革命起こしてるね。そうですね、うん、すごい、だってもう AI と同等なんだよね、もうコンピューターと負けないぐらいの、 あそう、はい、すごいですよ本当に。はあ、まあなんていうの、ゴルフ界でも宮里藍ちゃんがね、はいはいはい、活躍して、うん、ゴルフ人口が増えたとかね、うん、なったと同じように今、うん、将棋界では、うん、もう将棋
あのチルドレンがでも今あれですよ、小学校でも将棋教えてるじゃないですか。もうそれだから、それ以上にそれ自体がもう、うん、もう大ブームになってるみたい。あねえ、まあいいことだよね。うん、まあそうですね。あの将棋界もかなりあの、うんうん、なんていうの、将棋する人口が落ちてきてて、うん、落ち込んでたところにこういうね、うん、あの天才が現れて、うん、注目されたことによって、うん、またねドーンとこう、うん、いいことですね。将棋人口が増えたってことでね、うん、ねいいですね。まあそういったことがね、ありましたね。まあ今月ね6月最後の今日は放送ってことで、はい、今日はねなんとまた万丈愛さんがね来ちゃいましたよ、ね。去年の8月9日以来2度目 の、はい、あの出演ってことで、まあ来月ね、はい、待望のセカンドアルバムが出るってことで、はい、急遽ねまたお越しいただいて、うん、今日はなんと生放送中に、はい、生演奏してくれるね、これテンション上がりますよね、かもしれないっていうことで、ね、あ、かもなの、かもなの、いや、いや今バリバリやってくれるんだろうなっていう、今、ね、今機材でいろいろ調整しながらなんで、うんうん、できるかどうかや調整しながらなんでまあなんとかやってもらえるでしょうと、はい、いうことで楽しみに、ご期待ください。でね、まあ今日はということで、愛さんのね7日発売の、アルバムの中からね、うん、オープニングは、3番目に入ってる曲がね流れますけど、まあ番組中のね、曲が、オープニングとエンディングで、あとは、生でね演奏が1曲っていう形で、はい、今日はね万丈愛さんの曲ってことで流したいと思いますね。はい、FM ギノワン別深呼吸、この放送はオーシャンビューネルフォックカフェココプレミアムウォーターワインバーセントマリノビアガーデンビーサイドレジャーホテルかくれんぼクラブの提供でお送りいたします。噛みすぎです。
はい、なんかね、ドタバタで、はい、バンジョーアイさん、メンソーレ、どうも、はい、お越しいただきまありがとうございます。マイクね、はい、入ってなかった。しか止めるんだよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、自分ばっかり喋って。はい。ってことでね、うん、2度目の、ご登場ということで、はい、まあ、今日、また、今年初のね、ビアガーデンビーサイドからの放送になりますね、はい、まあ、夏場は、ビーサイドさんからほとんどお届けするってことなんですけど、はい、もうなんせ自然が相手ですからね、そうですね、今日もこの感じ、ね、カメラでわかるかどうかわかんないですけど、ね、ちょっと曇っちゃってますけど ね、まあ、先ほどスコールもあったみたいで、まあ、風もあったりちょっとハラハラドキドキ、ね、沖縄の天気ってやっぱり移り変わりやすいですからね気まぐれですからね本当に、はい、まあ、アジさんもねよく野外でやる場合も多いじゃないですか、うんうんうん、ありますね、はい、やっぱりありますかなりスコールでやられたとか、スコールでも中止になっちゃったりとか結構ありますね、あ、はい、途中で降っちゃった場合ってどうなるの、なんだろう、歌の最中に降っちゃった時とかあります、うん、もうその時もまあ様子を見て、うんうん、もうやみそうにもなかったらもうなかったり、もうすごい雨が強くなってきたら、はいはい、もう中断せざるを得ないと。そうなんだ。機材とかもね、はい、大変ですよね。はい、まあ、愛さんがね、またセカンドアルバムを、はい、7月7日七夕の日にね、はい、また出るってことで、はい、なんと今日はね、愛さんのまたファンの方が県外からもね、お越しってことで、ね、すごいよね。すごい、ありがとうございます。チーカ見に来たのかなと思ったら違うって言われて、もうわざわざありがとうございます、ね、はい、ありがとうございます。栃木の方から、ね、わざわざお越しくださいました。さすがですね、愛さん。もう前回の放送もね、ちゃんと録音されてて、はい、先ほどね、聞かせてもらったんですけど、普天間基地のね今ヘリコプターが今着陸しようとしてます。生々しいですね。昨日じゃあこれちょっと歓迎の前なんですよ、これが。あ、すいません、オスプレイだったらね、はい、よかったんですけどね。これ歓迎の前なんですけどねすごいです ね、まあ、こういう感じの、ね、ね、生感で、大事感で、はいはい、今日 の、ね、その栃木から石山さんご夫妻がいらしていて、はい、で隣にいらっしゃるのは沢村さんって言って、はい、関西の方なんですけれども、沖縄に移住してこられて、そうなんですね、はい、長いんですよ、ね、いつも応援に来てくださる方々です。いいですね、はい、ファンの方本当ありがたいですね。本当です、はい、ありがたいです。またね、こういった生でね、はい、見れるっていうのもなかなかまたラジオもね、はい、ないですから。そうですよね。まあ、僕らもスタジオでやるよりは夏場のここでやるの方がね、すごく楽しくて、うん、そうですね、はい、開放感ありますね、ここは、うん、ビールも飲みながらみたいな。今日は出てないですけどね。あれ、あれ、まだ後で出てくるのかな今からかということで、まあ、こんな感じで、まあ、風も強いですから、はい、資料とかね、飛ばされると基地内ですから拾いに行けないんで、はい、裏がなんかね、はい、重りがないとあれですね、はい、っていう形で、ね、まあ、どんなあれから、かなりご活躍はあっちこっちで拝見してますけど、いや、もうなんかもうありがたいことに本当ですね、うん、バンジョーっていう楽器をもっと聴きたいとおっしゃってくる、うん、くださる方がたくさんいて、うん、はい、つい先日は細野晴臣さん、YMO の細野さんとミュージシャンの久保田誠さんのトークライブにゲストで出させていただきました。どちらで？沖縄桜坂劇場でありまして、すごくお客さんすごい多かったです。ほらね、愛さん言ったじゃないですか、前回出てくれた時に絶対今から活躍するんでって、うん、言ったじゃないですか。すごい、ね、ちくさん言ったですか。言ったんです、沖縄で言ったなんでいや、やっぱりね、こういった、うん、もうバンジョー弾くっていう人もね、うん、あまり見たことないしね、はい、で、まあ、女性で弾いてるっていうのがまたあんまりないみたいで、お、うん、まあ、男性でもね、僕ら沖縄でもまあ、うん、なんかね、外国人バンドとか、はい、そういったのでチラッて、なんていうかな、バーベキュー、ステージがあってね、うんうん、なんか野外のあれで、うんうん、何回か見たことあるぐらいで。そうですね、アメリカ人の方はね、ほんとバンジョー好きなんで、うん、もともと向こうの楽器ですからね、ね、うんうん、なんか、はい、カーボーイとかそういうの似合いそうなね、そう、そんな曲なん、はい、ね、楽器なんで、はい、まあ、今日はね、ちょっとバタバタしながらですけど、生演奏でね、できるか、
ね、まあ、機材的にね限界があるんで、可能かなということを、まあ、挑戦してみたいと思いますので、はい、ぜひぜひ、ぜひね、はい、今活躍は活動はどんなんですか、県内と県外と。県外はまあこれからになりますけど、まあ今、うん、当面は県内の方で、うん、CD をリリースしますので、この7月7日に、うん、ね、セカンドアルバムが出ます。全国発売になりますけど、まずは沖縄でこう、うん、浸透させていって、うん、それから県外に持っていけたらいいなと、うん、はい、活動を展開していけたらいいなと思います。そうですね、はい、でももうすでにこの渋谷のタワーレコードさんとか、はい、いろんなこの銀座のワシタショップさんとか、11月には栃木の方でもライブの予定が入ってます。すごいですね、ま、石山さんがですね呼んでくださって、猪俣さん企画してるわけですね。そうですね、はい、去年そのお二人の、はい、応援があって、うん、栃木の初ライブが実現したので、今回もその第2弾ということで嬉しいですね。はい、すごいです。もうこのファンの方に支えて応援していただいて、はい、広めてもらうっていう、はい、うん、本当に嬉しいです、ね、素晴らしいすごいね、はい、もうこういうね、やっぱりライブ活動を通してお客さんとね目の前でね、うん、やるっていうのも、はい、うん、僕ら愛さんにねコンタクト取るとき、大体火曜日ってラグナのライブとか入ってたじゃないですか。はい、ほとんど毎週入ってましたけど、今もそうでしょ、大体今年は隔週になったんで、あ、隔週火曜日、はい、でも火曜日でしょ。そうです、ね、放送日がこちらの放送日が火曜日ですもんね。そう、なかなかね、だからタイミングが合わなくて、今日はじゃやっと今日のタイミングに合ったっていうことで、はい、しかもセカンドアルバムのね発売前ってことでしたから、うんうんうん、ナイスですね。で、B サイドも、先週かな、オープン、プレイオープンして、うんうんうん、本格オープンがもう梅雨明けてこれからっていう、だから全てのタイミングがあったっていう今日なんですけど、ね、うんうん、やっぱ持ってますね、愛さん持ってますよ、ついてる、めっちゃついてる、うん、ありがとうございます。だから、はい、FM ギルマンとしても、うん、機材的にね、はい、まあ、トロピカルビーチの、うん、スタジオもオープンしたんで、はい、去年まで使ってたここの機材が向こうで使われるようになったんで、うんうん、ここのがないっていうことで、これもバタバタしてて27日間に合うかっていう感じだったんだけど、はい、なんとか間に合ったみたいですね。すごいです、ありがとうございます、はい、スタッフの皆さんありがとうございます。もうそんな感じで、はい、まあ何もかもねタイミングあって、うん、ね、はい、うん、ですね、そう、リッキーさんも帰ってきたばっかりだし、あ、そう、ね、僕もね、直々でしょ、いや、直じゃないけどね、うん、一旦家に帰ったんですけど、あ、そうなの、はい、余裕あったんだ、うん、まあ、いや、だから今日もしかしたらね、帰れない場合もある、帰れない場合もあるじゃない、LCC 使ってるからさ、あ、はい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 、ピーチさんで、うんうんうん、よく使ってるんで、はい、福岡とかね、はいはい、何度かあるんですよ、うんうんうん、結婚になったのかな、へ、空港に行ったら結婚になってて、で一晩空港で明かしたりとかね、うん、翌日の同じ時間の便に回されたり、うん、それが 2度ほどあるんで、あ、そんなに、うん、そうそう、へ、そんなにっていうか、じゃあ、まあ、じゃあそんな頻繁に2度って言ったら結構あるってね、結構行ってるから2、30回乗ってるうちの2回、あ、まあまあな確率かな、でも多いと思う、うん、だからまあハラハラしながらね、行ったら、あ、まあ普通に飛ぶんだなと思って間に合ってよかったけどまあその辺もね、はい、ギリギリって感じでよかったです、はい、はい、まあってことでね、最近どんなですか、近況っていうか、まあ個人的な、はい、プライベートでもいいし、うん、何か変わったこととかありました？そうですね、今年になって初めてバンジョー教室、あ、持ちました。おめでとうございます。私の中で嬉しい。沖縄市の上り川にある太陽というデイサービスセンターなんですけども、はい、体に障害を持っている方々が、はい、利用されているところで、はい、もう利用者の方にバンジョーを教えに行くっていう感じで、月に2回やってます。はい、うん、でも喜んでくれてるんじゃないですか、やっぱり。そうですね。最初ストロークでまずやりやすいのから教えていって、はいはい、だんだん慣れてきたらスリーフィンガーで1個ずつ音を鳴らすという、
ことまでやってもらってます。だって初めて見るおばあちゃん、おじいちゃんも多いでしょう、うん、そうですね、はい、ね、音聞くのも、うん、三味線ぐらいしか聞いたことない、うん、おじいちゃん、おばあちゃんたちが何これみたいな。そうそうそう、はい、そうなんですけど、でもなんかバンジョーってやっぱどこかではまあ聞いたこと、音は聞いたことあるかなっていうのは、まあ、多少みんな、うん、あのまあ、どこかで接点はあったっていう人もいたんですけど、うん、でもやっぱり馴染みのある、ね、うん、なんか音ではありますよね、確かにね。そうですね、あの、うん、沖縄の三線とルーツが一緒なんで、うんうんうん、あ、そうなんだ、ルーツが、はい、うん、同じアフリカ生まれって言われてるんですが、うんうん、エジプト、うん、おー、うん、あ、そうだっけ、そう、三線も、三線も、三線も、二個も、うん、もうあの同じこのエジプトで生まれて、うん、こう渡った場所が違う、それぞれ違う、うん、感じで、はいはいはい、うん、いいですね、そういうね、楽器のルーツ考えても面白いかもしれない、ね、うん、そうですね、なんでやっぱなんか三線弾いてるとこう バンジョーもなんかこう入ってきやすいっていうか、まあ、三線を弾かれてる方もこう、うん、バンジョーあの教えてほしいっていう人いますし、まあ三味線もね結構早いもね、うん、そうですね、そうですね、まあ、まあ、3本だから、うん、でもこれ何本ですか、これ5本ですね、5弦バンジョー、はいはい、で勝ち足の時もね、ガタガタガタってもう早いもんね、そうそうそう、等身同意とかこれで弾けるんですか、いきます、いきます、おー、マジですか、はいはい、ちょっと聞きたいですこのままですか、え、最初のフレーズだけだっけ、はい、はい、ちょっと今カッコつけて、おー、いいっすね、この音、すごいね、テンション上がる、ね、ビールくださいビールください、いいですね、カチャシね、うん、いいな、この音、実はあのこの間の細野さんたちのトークショーでもこの三振を弾きました、へー、あ、そうなんですね、等身大、等身大弾きました、あの大工哲弘さんもゲストで出られていて、大工さんが、まあ、三振で最初始めたんですけど、うんうん、途中から踊り出したんですよ、はいはいはい、なんで弾く人がいないんで、うん、私が途中からバンジョーで参加して、すごい、やっぱこれ練習したんですよ ね、 すね、あ、じゃあ、はいはい、ライブでもちょくちょく、うん、はい、ライブでもやったりします、でも大工さんはキーが F で私 G だったんですよ、うん、だからこれうまく合うのかなと思ってだけど、ま、バックで演奏されてたあの久保田さんとか、はい、あのマンドリンの高田さんとか、うんうん、高田蓮さんなんかが、はい、あのやっぱすごいミュージシャンなんで、うん、うまいこと合わせてくれて、うまいこと合わせて、F から G に、でまた F、G から F にまた戻して、大工さんがまた再エンディングは弾いて、はいはい、終了して、うん、いいですね、もう沖縄の人はこの曲を聴いたら血が騒ぎますからね、本当にね、はい、DNA に刷り込まれてるもんね、うん、最高ですね、こう音もいい、やっぱりバンジョーでも全然最高ですね、うん、いいですね、本当ウクレレと三線の間みたいな、そんな感じの音ですよね、なんか優しく弾くと、指で弾いたりもすると優しい音が鳴るし、うんうんうん、このブリッジのそばで弾くとすごい硬い音が出るんですよ、うん、あ、いいですね、なんかね、弾けたら最高だね、うん、気持ちそう、なんかチーク弾ける、いい、ね、あの楽器とかなんか笛でもさ、自分以上三振を、うん、まあ、趣味でですけどね、うんうん、弾いたりするんで、だからやっぱりこういう楽器とか興味があって、うん、で前回愛さん出られた時に、うん、漫画倉庫とかで売ってるよって言ってたんで、自分行くたびに見るんですけど探すけどないんですよ多分あのデイサービスセンター、太陽デイサービスセンターの所長が買い占めてるんだと思います、はいはい、あんねやろあれ、すいませんすいませんいやでもこの教室ってあのいいよね、まあこの番組にも、ね、出て、お友達でもあるジョニー・ギナワさんもね、ギター教室とかウクレレ教室かな、ウクレレ教室を、うん、始めましたって言って、うん、でそれから2校目がスタートしましたとか3校目って言って、今5箇所ぐらいでやってるんじゃないかな、うん、すごいですよね、生徒さんたくさんいっぱいいる、うん、います、うん、でそれを、なんかイベントの時に、うん、生徒さんの発表会みたいな形で、はい、ある楽曲を練習しといて、うん、そのステージでバーってみんな出てね、はい、演奏するんだけど、見事なもんよ、いいですね、アイドルできるよ ね、 ね、将来的にもね、やりたいですね、うん、いやいや、できますよできます、第一期生つってね、はい、まさかバンジョーがもっともっと普及してくれれば、ね、楽器屋に行ってもすぐね、手に取れるような身近なものになるともっといいですけどね、なんか
すごいな、ね、また沖縄ってもう梅雨が明けたんで、はい、7月、8月、9月、10月あたりまでずっとこの夏祭りとかイベントが多いじゃない、うん、まあ音楽フェスとかもあるけど、うん、まあ、地元のね沖縄、あ、宜野湾だったら羽衣祭りとか、うんうん、その地元の祭りとかいろいろあるけど、うんうん、そういったのもね、バンジョーさんどんどん、そうですね、去年は南城市祭りって、はい、あ、南城市、南城市祭り、はい、地元のお祭りに出たんですけど、うん、まあ、あれは4年に1回なので、あ、そうなの、4年に1回、あ、そういう祭りもあるんだ、そうですよ、ね、で初めて聞いた、どんどん大きくやるんですよね、へー、まあ、でも毎年やってるそういう地域のお祭りにも、うん、出ていけたらいいなと思いますね。あ、ぜひ社長さんにね、はい、営業してもらって、あ、ぜひぜひ、はい、ね、宜野湾の羽衣祭りもかなり盛大だし、うんうん、ですよね、そう、すっごい大きいですね、すごい楽しい、はい、カチャーシー大会なんかもありません、トビンサニスカチャーシー大会とか、うん、はい、まあ、普通のね、まあ、メイン祭りでも、うん、もう真ん中がこの芝生になってて、うんうん、みんな地べたに、はい、なんかシートを敷きながらね、うん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 、クーラーボックスとか持ってきて、うんうん、やるこの風景がすごくいいんだよね、うんうんうん、もう夜風がね気持ちよくて、うん、あの感じがすごく僕は大好きで、はい、歌の日みたいなのもそんな感じですよね、歌の日コンサートですか、はいはいはい、そういうのにも出られたらいいですね、そうですね、うん、絶対盛り上がると思う、はい、ぜひぜひ、うん、はい、まあピースフルとかはちょっと合わないかもしれないけどね、もうギンギンのロックでもロックっぽい曲も弾くんですよ、ロックっぽいっていうか、まあ、テイストがですね、今回の CD の1曲目の世界を変われどんどん変われなんかは結構アップテンポで、はいはい、このパンチのある曲なんで、そうだね、パンチがあるわ、でもあれだね、来月の7日に発売されるセカンドアルバムは、はい、なんかタイトルが、Let's be happy tonight って、